こんにちは、サードラです。今回は、モンスターハンターナウにおいて、以前発生していた毒でとどめを刺してしまうと、報酬がもらえない不具合ですね。こちらの補填について発表がありましたので、そちらについてご紹介をさせていただこうかなと思います。早速内容に入っていくんですが、内容はこちらですね。大型モンスター討伐時の素材報酬ボーナスのご案内ということで、ハンターの皆さん、日本時間11月28日から29日にかけて毒状態のモンスターを討伐した際に報酬を獲得できない場合がありましたっていう、まあ、不具合がね発生していまして、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。状況を踏まえまして、下記の日程で大型モンスターを討伐した際に入手できる素材が 1.5 倍になりますっていうのが書いてあります。で、まあ、内容を見ていくんですが、まず日程が12月5日の0時から12月6日の23時59分なので、大型アップデートの前日と前々日ですねの2日間でこちらの報酬 1.5 倍が適用されまして、注意事項としましては、基本報酬の1枠目と2枠目の素材の個数が2倍になるということで 1.5 倍という扱いになっています。で、あとは、期間中はどなたでも大型モンスターを討伐した際の素材報酬が増加しますっていうのと、内容が変更になる可能性がありますってことなので、まあ一応今回は不具合に該当した方も該当しなかった方も同様の対応にはなっているみたいですね。特にこの1枠目並びに2枠目の素材の個数が2倍になりますので、過去にこちらの動画でご紹介をさせていただいた流玉のドロップ率ですね。で、特にドスジャグラスとかだと1枠目と2枠目ですね、のドロップ率が流玉は現状多いという集計結果が出ていますので、まあ、こんな感じでね、このサイトを使っていただいて1枠目と2枠目の流玉ドロップ率が高いモンスターっていうのは必然的にまあかなり熱くなってくるんじゃないかなと思います。っていう、まあ、補填ボーナスが12月5日の0時から12月6日の23時59分まで開始されますので、まあ、流玉集めなどをしたい方はこのタイミングで狙っていただけるといいんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございました。これからもモンハンナウの動画上げていきますので、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントくださると嬉しいです。バイバイ。